の会計に駆けつけてくださいました皆様です。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。今回の映画は、忍者らしさと、夏らしさを、はい、夏らしさを、満載にした映画となっております。ご家族で夏休みを、楽しんでいただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今回の撮影ではいろいろなロケ地に行きまして、そうそう、最初から最後まですごい内容の詰まった、そう、ツッコミどころもちょっと満載な作品になっていると思うので、子供たちはもちろん大人の方々にも見てもらいたいです。今回のニンニンジャーの映画はニンニンジャーらしく、ニンジンジャーってお前どんなヒーローやねん。本当に、なんだっけ、言うこと忘れちゃった頑張れ、時間たっぷりやる、うん。でも本当に迫力あるアクションは本当見どころだと思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。今回の作品はまずタイトルからもういろいろ詰まっているんですが、うん、本編の方でも、うん、ド派手な、うん、アクションだったり、そうね、お城やからくり屋敷など忍者らしいロケ地だったり、うん、そこでのエンディングダンスだったり、うん、いろんな見どころがたくさん詰まっている、本当におもちゃ箱のような、あらいい表現ですね、作品になっています。いや、みんな賑やかでいいね、今日はなんか楽しいね。誰目線やね、もう。いや、さっき楽屋ですごい緊張してるんですよ、でも藤本さんがいるから心強いですって言ったら何でも助けてくれるとさっき藤本さん言ってくださったので、今日はいろいろ面白いツッコミよろしくお願いします。いや、面白いツッコミじゃそっちがボケたりとかしてくれないといや難しい、ツッコめないから、はい、どんどんボケていってくださいね、よろしくお願いします、本当に今回ですね、ゲストである藤本さん、共演を実は僕めっちゃ楽しみにしてて、もともとなぜかと言いますと、撮影現場の時に白忍者の矢野ちゃんとよく2人で藤本さんがよくやられるパクリ芸というのを本当にはっきり言うなというのを本当にハマって2人で本当にやっていたので、スタッフさんから藤本さんがゲストだよって聞いた時は、本当にびっくりして、もう僕金次と同じでなんか妖怪見つけた時みたいにこうまさに心がパーリないって感じで、テンションが上がったんですけれども、赤忍者の西川さんに質問です。はい、来たよ、はい、今回初めての単独映画となりますが、はい、撮影を終えた感想と映画の見どころをお願いします、はい、完全にメモ読んでるやんか、もう。そうですね、お前聞いたら思ってるそれ恐竜殿様、恐竜殿様ありがとう、かわいらしきけど、かわいらしいけど、なんだろう、拗ねてるというかちょっとね、やさぐれてる感じのね、やさぐれていまして殿様なんですよ僕、はい、まあそれを忍者が、忍者が助けるという、はい、でテレビ版もなんだろう、まあ殿様が出るっていうことは、まあ忍者らしいじゃないですか、屋根を走ったりとか実際しまして、はい、そのちょっと彼ちょっとアホなんですよ、ごめんなさいね顔はめっちゃイケメンなんですけど、ちょっと脳の方がねブサメンなんですよねこれ何言って分かりました、はい、今ずっと、はい、とにかくかい、はい、忍者らしいんですよ本当、屋根から飛び降りたり、はい、それは忍者やからね、はい、それは忍者らしいですよね、ありがとうございました、ありがとうございました。